はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下達です。10月9日水曜日、大人クラブの時間でございます。今日のお題はですね、〇〇が好きで何が悪いシリーズなんですが、帽子が好きで何が悪い。はい、帽子こっちにありますね。帽子が好きなんですね。で、基本私はですね、室内では脱帽です。室内で帽子をかぶっていることはありません。はい、しかしながら、今ね、昼間横浜のシアミュージックってところに、ギター講師としてレッスンさせていただいてるんですが、その時は帽子かぶってるんですよね。で、あのプロフィール写真があるんですが、プロフィール写真では、帽子をかぶってないんですよね。でこれレッスンを受けにねいらっしゃった方がはてと思われるかなとちょっと思ったんですよね。で帽子をかぶったままレッスンされる講師の方もいらっしゃれば、私もでも帽子をかぶったままレッスンしちゃってますね。で帽子はそうですね、いくつ持ってるかな、今7つぐらい持ってるかな。使い分けなんですが、基本ハンチングが好きなんですね。はい、ちょっと影響を受けちゃってるのがモンキーマジック、ゴダイバに憧れてね日本にやってきた、グループですけど、ボーカルの彼が、すごくハンチングをかぶってて、あれかっこいいなと思って、ハンチングかぶってるんですが、そうですね、ハンチングも夏の間結構暑いでしょ。で直射日光浴びるとやっぱり頭にねこう直接、太陽が当たると頭痛くなったりするわけですよ。であとそのちょっとメッシュのね、帽子もかぶったりしてたんですが、あっという間に気がつけば10月も半ばですよ。はい、もう秋ですよね。で秋のハンチング探してるんですけど、なかなかないんですよね。で私ね、結構頭のこの鉢って言われるんでね、この部分が大きいんですね。なんでなかなか合う帽子がない。はい、というわけで、今日の話はですね、帽子が好きで何があれでした、ね、何かとね、女性の場合は室内でもね帽子かぶっていて OK なんですが、男性の場合は基本的に私の場合ですが、室内では脱帽しております。はい、というわけでスタジオリバーサイドからシンガーソングライターの竹下達也をお送りいたしました。皆さんおやすみなさい。